これだ、まあ話はちょっと違いますけど、殿堂入りの話でね、うん、どういう基準で殿堂入りって決めてるんだって思ったりするんですよ。でその時にこの間アニヤさんが上がってきたんですよね。遅いって言ったんですよ。アニヤさんが一番最初の沖縄から出てきた選手なんですよ。そうです。琉球タバコからで広島で、わけわからん広島でみんなに世話になったら頑張ってね、あだけやった。その後アニヤさんを追うようにみんな沖縄からどんどん出てきて、沖縄選手すごいじゃないですか。甲子園出るだけ出てもボロ負けのチームだったところがだんだんやって全国制覇するようになったんですよ。春夏ぐらい沖縄選手も今いっぱいいるじゃないですか。それの走りじゃないですか。でアニヤさんが頑張って広島ですごい頑張って、あの成績も実績も残したのに、こういう人が殿堂入りしてもおかしくないんじゃないかと僕は思ってたよ。で今頃出てくるんだからね、おかしいでしょ、うん、だからその評議会でだから殿堂になったから何なんだって僕は思ったりするんですよ。で迷宮会入ったから何だったって思ったりするんですよ。だから僕は入ってないから言うわけじゃないですよ。だけどそのメジャーに関しての話は、僕は一石を投じてそこからきっかけで今のメジャーリーグ日本の改革もある。僕もその時の川島会長にも言ったことあります。僕の後からメジャー行きたい人って必ず出てくると思うから、そのために向こうから来るんじゃないんだよ、こっちから行くんですよ。そういうシステムを必ず今から作っとかなきゃ後になったら大変になりますよって、僕は行けなかったから悔しいけど思って、川島会長にそうって言ったら、正義の会長から今度会長になったんでね、それから徐々にやって今みたいになってきたんです。だからその一石を投じただけで僕は自分なりにすごい評価してる。